にちは。こんにちは。さあ、タオさん、はい、いらっしゃい。呼んでいただきました。ありがとうございます。いや、まあ、タオさんもね、YouTuber でね。そうなんですよ、はい、やってますから。この前、あれどこでお会いしたかな。あの一回あのやりましょうよって言ってくれて。あ、それはクラブハウスでしょ。あ、そうや。そうそうそう、忘れるでしょ。いやいや、あの、タオさんは、1975年、はい、ドラフト1位、中日に入団し、まあ、その後10年後ですかね、西武にトレードになり、そうですね、で最後阪神で終わる。そうです。で楽天の監督をやり、はいはい、まあ、解説者を、解説、そうですね、まあ、その中で、うん、やっぱりどうしても、まあ、いろんなところで喋ってると思うんですけど、はい、1982年、うん、首位打者を争ってた太陽の長崎圭一、はいはいはい、もう一輪差もなかったんですか。まあ、9毛ですね。9毛でしょ。9毛差で争ってて、その最終戦、うん、もう130試合目。そうでした。勝てば優勝、引き分けても優勝、負ければ巨人が優勝。そうなんです。横浜スタジアムは満員だったんです。そうなんですよ。その中で1打席目立ちました、うん、はい、歩かされましたね。5打席連続それが。だからね、あの時僕はあの1打席目に敬遠されたらもう優勝できるなと思った。あ、そうですか。そう、あ、でもそういう情報っていうのはあったんですか。ない、頭の中全くないです。やっぱり勝負はしてくると思ったでしょ。来るかもしれないな。だって、まあ、巨人ファンも見てるゲームだから。いや、そう、いや、見てるというよりも球場に来てた、うん、来てたしね、うん、ジャイアンツファンからしたらもう中日が負ければ巨人優勝なので。そう、だこれはもう必死で応援してたと思うんで、はい、だからその中でだ太陽か、あれ横浜どうすんのかなっていうね。あ、それはちょっと客観的に、それはなんか予想みたいなのしてたんですか。敬遠してくるんじゃないかっていう。敬遠してくるかもしれないなぐらい。だからしてもうそんな敬遠しますよなんていうのは全然聞いてないですよ。で、あの時監督関根さんだったでしょ、はい、で関根さんどうすんのかなっていうね、はいはいはい、関根さんっていうと巨人にもお世話になってた、まあそうですね、ところもある人だから、はい、ただ首位打者を争ってた長崎さんは法政なんですよね、はい、うん、あ、関根さんの後輩なんですよ。関根さんの後輩ね。そうです。あ、なるほど。あ、だ僕なんかの感覚からするとあの個人のタイトルは、はい、優勝に比べたらもう運命の差、やっぱ優勝ってすごい大きいものですから。 それは今となって言えることなんですか、うん、それとも。あの時から思ってましたよ。でも、うん、最後の打席、はい、振りましたよね、うん、あれはね、あの自分があのタイトル取りたいから振ったっていうんじゃなくて、あのファンの人たちになんかこれもう両チームお互いにもあの分かり合ってやってるのかなって思われるのがファン嫌だったの。あ、だから僕はファンの人たちに僕最後まで抵抗しますよっていうのをお見せしたかった。うん、だからタイトル取りたいっていう形のスイングじゃなかったんですよ。まあ正々堂々と、うん、あの本当はあのゲームは言ったら一番の見どころは僕とあの中崎さんのタイトル争いもあったけども、うん、それよりも勝ったら優勝、負けたら巨人っていう、まあまあ そこがやっぱりね、2つお見せできる、はいはい、プロとしてはものすごく大きなゲームだった、うん、だその2つをですねきっちりとお見せできなかったっていうね、まあ、野球人として本当申し訳ないなっていう、うん、ファンの人たちに、うん、だから僕が取ろうか取ろうまいか僕はどっちでもよかった、うん、それぐらいの気持ちだったんですよ。でも最後振った時に2球振った時かな、うん、はいはい、黒井さんが出てきて、うん、タオさんをなだめるじゃないですか。その前にね辻さん、ダンプ辻さん、はい、キャッチャーだった辻さんが僕にね空振りした時にね、お前なんだそんな態度取ってとか言われてね、はい、優勝しさせてやってるのにとかみたいな言い方されたんですよ。優勝させてくれなんて言ってませんよって言ったんで、まあ、そりゃそうですよね。そりゃそうですよ。カチンときたからね、大先輩だけど。それでそこでそれがあった後黒井さんが来られて、で黒井さんの言葉って覚えてます。本当のこと言うとあの振るなという言葉しか覚えてない。で後でまあ、いろいろ聞いたらもうチームに貢献したんだから、でこれ以上お前がそうやってやるとファンの人たちが興奮するからもう振るなっていうふうに言われて、僕はもう最後の打席三振しようと思ってたのね。うん、三振してすいませんこんなゲームをお見せしてと、そういうものを何かでこう感じてもらえればなっていう気持ちで、まあ、自分にもけじめをつけたかったということですね。自分もね、なんか三振でもいいから最後なんか横浜とこう馴れ合いのようなゲームやりたくなかった、まあ、なるほどね、真剣勝負っていうね、
気持ちが強かったんでね、だからそういう点での、まあ、空振りをしたんだけど、うん、最後振るなって言われて振れなかったんですよ。僕は最後のピッチャーを覚えてます、山口っていう、はあ、ピッチャーだったんですよ。あ、山口か。コンコンと言われたらしいですよ。どういうふうに絶対ストライク投げんなよいや、やっぱ敬遠のボール振られるっていうのはピッチャーも、はい、なんか屈辱というか。それは柏原さんとか新庄とか敬遠ボール打ってさ、はいはい、ヒットしたことがあるからね。いや、だから絶対投げんなよって、はいはいはい、きつく言われたっていうふうに。そうか、聞きましたけどね。そしたらその、ま、それまで歩かしたのはね、水の泡になっちゃうもんねだからいろんなこうドラマがあったというか。ありましたね。僕ガヤセンター守ってた。ガヤだったの、あの時。いや、あの時ガヤ行ってたんですよ。あ、そう。おっしゃ、物が飛んでくる飛んでくるだから、ね、幾度となく中断したでしょ。したね。しました、しました。でも、まあ、39年前ですかね。もう39年前ですよ。なんか夢に出てくるという話も聞きましたけど。誰が。いやいや、なんか書いてありましたよ、そのことが夢に出てきたこともあるという。ないな。ないな。なんすかそれ。それは僕はないですねあの個人的にタイトル取りたい、取れないっていうのはあんまり気にしなかったの、うん、だからタイトル取るために野球やってたわけじゃないし、本当のこと言うて、うん、綺麗事じゃなくよ、はいはい、なんか今ニコってしたけど。いや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 、僕も同僚とパチョレックと争って2位だったんですよ。ああ、そう。でパチョレックは休んだんですよ。なるほど。で僕は追っかける方だから出なきゃいけないじゃないですか、うん、でも並んで追いついたらあいつも出てくるわけじゃないですか。ああ、そうね。なんかすごく理不尽な、うん、なんかすごく嫌な思いをしたなっていう。いや、だから僕はやっぱり一番悩んだのは関根さんだと思うんだよね。いや、僕何回も聞いたんですよ、うん、そしたら、いや、墓場まで持って入るっていう。そうでしょ。本当のことは言ってくれなかったですけど。そうですよね。なんか僕がちらっとお聞きしたのは、中日の誰か知らないんだけど土下座しに来たと、お願いしますみたいにっていうのをちらっと聞いたことがある。まあ、だけど僕が逆の立場、もし関根さんの立場で、あの時横浜の監督をしてて、どういう選択したかなって言ったら、僕は勝負させに行った。プロ野球ってやっぱファンあってのプロ野球、まあ、それはそう。口でばっかり言ってちゃダメだって、うん、やっぱり基本はこのゲームはファンの人たち何を望んでるのかな、うん、それにお答えできるかなっていうね、うん、それを考えたら答えっておのずと出るはずなんで、うん、そこを自分たち の、まあ、考えで曲げてしまうっていうのは、うん、あんまり僕はいいことじゃないと思ってる、うん。まあ、だから最近はCS もある関係で、うん、はい、みんな出るじゃないですか。出ますね。まあ、それはいいことですね、じゃあね、と思いますね、うん、だからもうそれと今はね、我々のあの頃よりも選手たちの給料がものすごい上がったじゃん。まあ確かにね。もうどうでしょう、10倍とまではいかないけど、まあ、6、7倍いってんじゃないかな。いや、それはいってるでしょ。いってるでしょ。だそうするともうタイトルを取らないと給料が上がらないとか、はい、そんな時期じゃないよね。まあそうですね、うん、2割5分でも打率上が、給料上がるのみたいな3割打ってもどうかっていうことですもんね。厳しい時あったからね。そうですよね、うん、もう3割打ってダウンですから、ね、そう考えられないんだよね。だ今なんてなんだこれみたいな給料もらってるから、うん、その個人のタイトルどうこうっていうよりも、それこそ本当に純粋にチームのために頑張るようになれるかな。まあそうですね、うん、今の給料そんな気がしてますよ。まあそうですね、うん、じゃあ今の給料はやっぱ高いと思います、それとも夢があると思いますか。両方ですね。あ、両方。どっちが強いですか。高いね。高いそう、いや、タムさん、それはどういうところで。いや、そこまでの成績かって言いたくなっちゃう。ああ、うん、まあそうですかね。うん、まあただ子供たちに夢は持てるような数字ですよね、うん、まあそうですね。だから我々の頃って本当に中小企業の社長よりもみんな給料安いみたいな。まあ、そうですよね、うん、そういう名前が取ってる人でもそこまでもらってない。だってバブルの時なんか、お前らそんな金でよくやってんだって言われたでしょ。僕ら1年目の、ね、給料年俸280万でやってった時に、オフ、まあ、新事業になって、それでクリスマスパーティーとかなんか呼ばれた時に、はい、芸能関係の人と一緒に仕事することだった、はい、給料はどれぐらいなんですかって言って、俺280万ですって言ったら、もう完璧に月給だと思われたもんね。ああまあそうですよね、年俸が月給になってますよね。年俸ですよって言ったら驚かれた。あ、うん、
だからそれぐらいやっぱ給料は安かったもんね。まあそうですね、だから高木隆の方が僕で5つ下なんで、我々の頃よりはちょっと上がってきてる、ね、ちょっと上がりましたね。そうだね、うん、タオさんの頃っていうのは、うん、1000万円プレーヤーが一流だったんですよ。あれが僕の2つ下まで。あ、2つ下まで。2つ下までは契約金が1000万。いやいや、そうじゃなくて一流プレーヤーって言われたのが、ああ一流は1000万。そうでしょ。そうです。僕らの時はもう3000万になってました。ああもう全然違う。ちょっとずつ上がってきてるんですよね。来ましたね。それであの FA が FA 権が出てからはもう一気に上がりましたね。そうですね、うん、はい、そんな感じでした。